についている小さな音符、それからギザギザの装飾記号についてお話しします。まずは超前段音、先ほどのショパンの雨だれの曲で、のこのミの音ですね。超前段音の場合は、小さな8分音符がついているときは8分音符分しっかり伸ばします。単前段音、これは8分音符にシュッと斜線が入っていますね。これは短くなります。これはクレメンティのソナチネですね。副前段音、これも、ダブルで前段音が入ってきます。そしてブルグミューラーの場合はバロックではないので、副前段音がジャストタイミングよりフライングして出てきます。こんな感じですね。左手と合わせるとこうなります。ここのタイミングで合うような感じで弾きます。それからモルデント、モルデントは、ギザギザっとなってて上にシュッと線が入っています。これは谷だと思ってください。その音にモルデントがついているときはソーソーとなります。プラルトリラ、これはギザギザの上に何もついていません。これは山です。山なのでその音から上がる、または一つ上からこんな風に弾くこともあります。トリルはこんな感じです。そのところについていたらこんな風ですね。ターンっていうのが面白くてこんな風になってるやつです。その名の通りターンします。その音についていったらだったりこんな風に弾きますね。そしてターンの下にシャープがついてたとします。その音にターンがついていて下にシャープがついているとその一つ下ファの音がシャープになります。こうなります。とかこうですね。そしてモルデント、モルデントのシュッとなってる下にシャープがついているときは C から始まるととなったり、プラルトリラーの上にフラット、そのプラルトリラーだとこんな風になります。トリルも長いトリルだとこんな風になります。バロックの時代、バッハとかヘンデル、テレマンの曲なんかは装飾音符はフライングしないで拍の頭に合わせて演奏します。左手のタイミングと同じ風に演奏します。装飾音は何のためについているのでしょう。バロックの時代はチェンバロだったので音が伸びないためにトリルで音を伸ばしたり、装飾音をつけることによって強弱をつけたりもしました。現代の曲に至るまでの間、装飾音はいろいろな目的で使われています。それぞれの時代に合った装飾音の弾き方を考えてみてください。